はいどうも、えー、元売り先ボーイの、えー、今キャバクラボーイの、えー、そして兼ン、えー、ウーバーイッツ配達員の天才ヤスくんですよろしくお願いしますはい。 えー、今日からですね、ちょっとあのー、まあ、今までいろいろちょっとやってきてですね、例えばモノマネシリーズ、ユタボンとかね、小梅太夫とか、これからはですね、Uber Eats 配達員の日常ということで、Uber Eats まあ、僕結構、あのー、なんかふ増え、増やしていってるんで、だから、まあ、やっていこうかなと、あの、思います。えー、Uber Eats の闇、Uber Eats あるあるみたいなやつね。 で今日はちょっとウーバーイーツのあのー、あるあるみたいなやつを一つ、えー、言おうと思うんですけれどもはいウーバーイーツは単価が安いですねあのー、今だと夜だったらあのー、マクドナルド1軒で300円から350円ぐらいだからまあ、それ大体3軒配ってだから時給にしたら900円ぐらいかなっていうところですね今のところ はいえーまあ、こんな感じで、ウ、あのーバーイーツ配達員あるあるみたいなやつを、えー、やっていこうと思います。で、あのニコ生ではあの僕のウーバーイーツをしてる状況をライブ配信っていう形で、えー、ちょっと流してるんで、また、あのーまあ、今もちょこちょこやってるんですけど、ちょっと、まあ、エロ系のやつもやりつつのウーバー配達なんで、ちょっと、あのー、もうちょっとある程度、あのー 何正当派になったら、えー、こちらでも、えー、紹介していきたいと思います。はい。<laughs> てな感じで、えー、今日は終わ終わっていきたいと思います。じゃあ。